ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、中国市場においてですね、 JD パワーによるですね、電気自動車の顧客満足度調査がですね行われました。なんとですね、中国市場においてですね、電気自動車のですね顧客満足度がかなり低下してしまっているっていうですね、まあ最新動向とともにですね、まあテスラを超えるですね満足度を獲得している、まあ、中国のですね自動車メーカーがいくつも存在してきているよという最新動向とともにですね、果たして現在ですね、まあ電気自動車がめちゃめちゃ売れている中国ですが、本当に満足度の高いブランドはどこなのかっていうところを含めてね、解説していきたいと思います。まずですね、今回の JD パワーに関してはね、自動車をはじめとするですね、まあ、様々な顧客満足度調査を行うですね、まあ、グローバル企業と、これね、我々日本市場に関しても存在します。でですね、実際にこれ私自身もですね、この日本の電気自動車のね顧客満足度調査のねサンプル回収にちょっとね協力しているっていうところでもね、まあ親近感が湧く企業なのですが、このですね JD パワーについてはね、もちろん日本だけではなくてですね、これ世界で展開していると。でこのですね中国に関してもですね、電気自動車の顧客満足度調査っていうのを行っていると。今年が2回目だそうですね。2022年の4月から2023年の3月っていうですね1年間で調査を行ったと。でバッテリー EV と PHEV のですねオーナー、5059人かなを対象に、調査が実施されたと。そしてですね、早速今回のね、ブランド別のですね顧客満足度のね、結果を見ていきたいと思いますが、はい、こちらのグラフになりますが、トップはねやはりメルセデス・ベンツというところでですね、やはりですね、まあ並みいるですね中国 EV スタートアップ出てきてますけども、やはりですね既存高級車メーカーとしてですね、新エネルギー車部門でもですね高い満足度を獲得していると。他方でですね、これ2位以下についてはね、ズイカ、シェンラン、ニオ、そしてテスラと、さらにはですね、これリオート、エクスペンとかですね、まあ本チャンネルの取り上げているですね、中国で人気のメーカーがですね、上位にランクインしているわけです。よってですね、これ現在中国でちょっとカルト的な人気を博しているですね、まあテスラいますけども、このですね、プレミアムブランドのテスラを上回るようなですね、まあ自動車メーカーがまあ何社も存在しているよという点もですね、ちょっと注目に値するのかなと思います。まずですね、これ4位のニオなんですが、これ急速充電ステーションともにですね、独自のバッテリー交換ステーションを中国全土に建設していると。まあ、なので EV のですねエネルギー補給のストレスを大幅に軽減することができていると。またですね、これニオハウス、このチャンネルでもですね、ドイツのニオハウス行きました。でその動画ね、出して見られた方ね、わかると思いますけども、やはりですね、このオーナーにね特別感を演出することがやっぱできていると。まあ、なのでオーナーのですねこれ所有満足度が向上しているんじゃないかというようなね、見立てができると思います。次にですね、3位のシェンランになりますが、中国の、ね、自動車メーカーチャーン、中国の CATL、 そしてですねテック企業のファーウェイがですね共同で立ち上げたプレミアム EV 専門ブランドと、すでにですねこれ SL03 っていうですねミッドサイズセダンだったりですね、直近で納車がスタートしているミッドサイズ SUV の S7 というですね2車種を現在ラインナップしているわけです。実際にですね、これ EV 性能とかね、内外装の質感に対するですね、やっぱコストパフォーマンスが非常に高いというところですね。まあなので非常にですね、これまあ購入体験、所有満足度高いんじゃないかと、まあ思われるわけですね。まだですね、でもやっぱり立ち上がって間もないブランドですから、アフターサービスの満足度みたいなものはですね、やっぱ今後もうちょっと時間が経たないとですね、まあ、正確な数値は得られてこないというところなので、このですね、まあアフターサービス部門をね、どれぐらいですね、まあ、得点推移していくのかってところはね、注目していく必要があるのかなと思います。そしてですね、第2位に輝いたズイカ、まあこれね、中国でのブランドでですね、最も満足度が高いブランドということになりますが、これ中国 GD のね、プレミアム EV 専門ブランドと、すでにですね、ズイカ001、009、そしてズイカ X というですね、3車種をラインナップしています。ズイカ001はですね、まあ、ステーションワゴンですね、CATL のですね、チーリンバッテリー搭載してですね、航続距離1032キロ達成してますね。一時期はですね、これ月間1万台の販売規模達成してました。またですね、ズイカ009はですね、これ50万元オーバーと、日本円に換算してですね、だいたい1000万円オーバーってなるですね、まあ超高級ミニバンなわけですが、月間ですね、これ2000台程度の販売規模をですね、まあ維持することができていると。そしてですね、ズイカ X ですね、中国のね、都市部に住む若年層に刺さるようなですね、先進的な装備内容をてんこ盛りにしながらですね、19万元と、日本円に換算してですね、400万円以下から購入で
できると、まあ、驚愕のコストパフォーマンスを実現することができていると。販売数ヶ月でですね、すでに4000台以上の販売規模を達成していると。そしてですね、この Zeekr に関してはですね、2025年までに海外8カ国への進出を予定していると。2021年10月から Zeekr001 のですね、納車をスタートさせているわけですから、まだですね、これ2年も経っていないブランドなんですね。ところがですね、すでに年間10万台規模の、もうプレミアムメーカーにですね、まあ、急拡大しているわけですし、なんとですね、2年後の2025年シーズンではですね、その販売規模をですね、年間65万台までに引き上げるというですね、まあ、相当な規模感をですね、まあ、アピールすると。このですね、年間65万台つったらですね、これもレクサスのですね、販売規模にも本当接近するようなレベルになりますから、やはりですね、ちょっとZeekr、非常にですね、野心的なプレミアム EV 専門ブランド、今後ですね、まあ、さらに注目していくべきだと。そしてですね、このZeekr に関してはね、独自の急速充電ネットワーク、Zeekr Power だったりですね、独自のですね、Zeekr Space、こちらはですね、ショールーム兼専用のラウンジも併設していると。まあ、なので、やはりですね、まあ、ニオだったりとかとやっぱ同じでね、やっぱ高級車ブランドとしてですね、やっぱりやることやってると。まあ、ところがですね、これシェンランと全く一緒なんですが、やっぱまだね、立ち上がって間もないブランドですから、今後ですね、アフターサービスだったりですね、もっとね、あの顧客がですね、増えてきた時にね、まあ、この顧客満足度のね、数値を維持することができるのかという点はね、今後注目していくべき点なのかなと思います。ところがですね、今回の満足度調査において注目するべきはですね、全体の平均値が大幅に下がっているという点なんですね。具体的にですね、こちらのですね、中国ブランドの平均値はですね、なんと前年比で27ポイントも低下していると。さらにですね、これメルセデスを筆頭とする海外ブランドの平均値もですね、なんと同様に23ポイントも低下していると。よりですね、これ具体的な中身見ていきたいと思いますけども、使用体験段階ですね、775ポイントで最高なわけですが、購入体験ですね、だから購入するまでのですね、まあ、あのウェブサイト見たりですね、実際にこう営業マンとですね、交渉したりとかですね、まあ、そういうところではですね、764ポイントとですね、まあ、ポイントが低くなっていると。特にですね、その中でも、価格、特典、条件が不明瞭な購入交渉というですね、カテゴリーにおいてですね、758ポイントとですね、最も低スコアを記録してしまったと。やはりですね、これまあいろんなね推測立てられると思いますけども、おそらく個人的に推測している理由としてはですね、やはり中国の2022年末からですね始まった値下げ戦争によってですね、要するにここのストアではこんだけ値下げするとか言われたけど、こっちではそうじゃないみたいなんですね、とかなんかあのネット見たらこんだけ下げられるって言ってたけど、なんか実際にはなんかこんだけ下げてくれないのとかですね、多分そういうような値下げ戦争によってですね、この顧客の満足度が低下したんじゃないかと、多分そんなような推測ができるのかなと思います。さらにですね、これ面白いデータっていうのが、直販がリードしていると。具体的にはですね、これ直販体制を構築しているブランドっていうのは、787ポイントとですね、まあ高得点を獲得していると。他方でですね、これディーラー体制は771ポイント。まあ両方のですね、販売体制を、まあ両立させている採用、そのブランドはですね、761ポイントとですね、まあ直販体制にですね、これ大きく負け越していると。まあなので、これを見ればですね、やはり、この価格だったりですね、まあそういう条件っていうのが、もうどのストアもですね、これ一律で平等な、やっぱ直販体制、これね、日本だったらテスラとかヒョンデとか言いますけども、やっぱりこういうようなメーカーの方が、やっぱこういう特に、まあ、値下げ戦争だったりですね、まあ、こう競争がね、こう、熾烈さを極めているような、市場においてはですね、やっぱり有利に働く、やっぱ直販体制の方が、皆さんですね、満足度が高い、というね、やっぱデータが出てきてると。逆にですね、要するに、いいとこ取りのようにですね、まあ、直販体制とディーラー両方やってるよみたいなブランドもあるわけですが、こういうブランドの方がですね、むしろ、まあ、中途半端なことによってですね、顧客満足度がむしろ低下していると。だからこの点もですね、まあ、日本で、いろんな既存メーカーがですね、まあ、ディーラーと共に直販体制もやろうみたいなことをやってますけど、まあ、それがですね、果たして本当に成功するのか、顧客満足度につながるのかって意味では、ちょっと微妙なんじゃないかというデータも出てきていると。そしてですね、最後もう一点注目するべきデータっていうのがですね、20万元から30万元のですね、まあ電気自動車を購入するオーナーの拡散力が強いという観点ですね。これ20万元から30万元っていうのは日本円にしてですね、まあ400万円から600万円のレンジということなので、まあですね、これ乗用車っていうカテゴリーでは、実はですね、まあ日本人としてもね、まあまあまあ、ある程度、ボリュームの
あるような層ということになるわけですが、これ中国ではですね、やはりあの都市部に在住していて、まあ若いですね、こう年代、まあ中流層が購入するようなセグメントになりますから、まさにですね、これデジタルネイティブ世代ということになると思います。実際にですね、これ、まずですね、34.5% ですね、20万元から30万元の電気商社を購入する 34.5% がですね、車両の所有体験とかね、サービスに関するコメントを積極的にですね、これ対外的に共有しようというですね、メンタリティが強いと。ところがですね、これ10万元から20万元だから日本にして200万円から400万円のですね、レンジはですね 30.2%、 逆にですね、これ高級車30万元以上と600万円以上のレンジも 30.6% ですね、まあ、という、拡散したいよっていうですね、まあ、メンタリティの強いオーナーの割合だと、まあ、なので明らかにですね、これ20万件から30万件のオーナーのこう拡散したいという気持ちが強いんですね。さらにですね、これ所有満足度がですね775ポイントというですね、まあ、高得点を獲得したブランドのオーナーの、まあ、ネットプロモータースコアとなんか言われてるそうですが、これはですね、簡単に言えば、まあ、どれだけですね、これ拡散力があるのかっていう指標だそうですが、平均35ポイントだと。ところがですね、これ所有満足度が759ポイント以下というですね、まあ、平均以下、相当平均以下のですね、まあ、低い満足度のブランドのオーナーのネットプロモータースコアっていうのは、なんと平均19ポイントと、もうこれ明らかに差があると。つまりですね、やっぱここから何が言いたいのかといえばですね、やっぱり所有満足度が高ければ高いほどですね、やユーザーは、やっぱり自分の乗ってる車ブランドをネットだったりですね、まあ友人に、まあおそらくですね、やっぱりデジタルネイティブ世代として、やっぱネットっていうのが強いかと思いますけども、拡散したいよっていうやっぱオーナーが多いと。特にそれが20万元から30万元で非常に多いということなんですね。まあ、よってですね、これまでこの所有満足度調査、まあこれ JD パーに限らずですね、まあいろんな調査会社やってきてるわけですが、基本的にはですね、これやっぱり自動車メーカーが、まあ後でですね、まあ自分たちのサービスどうだったのかっていうところだけをですね、こう確認していた指標に過ぎなかったわけですが、この指標をですね、上げることによってですね、実際に販売台数に、要するに拡散力、今どんどんネット上強くなってますから、やっぱ拡散力がやっぱりですね、上がる、実際ですね、これ販売台数により直結してくるよと。まあこれ当たり前なんですけどね、当たり前なんだけども、やっぱそういうデータがちゃんとですね、これ示され始めていると、まあいうことなので、特に今ですね、これ指摘されている20万元から30万元だから、テスラなんかもドンピシャで入りますし、まあそれこそですね、さっき言ったゼイカ、まあゼイカもね、ちょっと最近値下げしたんでそこに入ってきてると思いますし、まあ他にもですね、まあシェンランだったりですね、まあニオはね、もうちょっと上だったりしますけれども、まあ、X ペンとかですね、やっぱここら辺のやっぱりですね、ブランドっていうのは、顧客の、まあ、意見にですね、まあ、耳を傾けながら、ポイントはね、多分ね、迅速に回すってことです。だから、要するに、ネット上の意見とかを、やっぱちゃんと拾い上げて、だから、こう、インフルエンサーとかの意見をですね、しっかり拾い上げて、ここがダメだとかっていう話があったらですね、やっぱ即座に、それを、検討してですね、改善サイクルを回す。多分ね、これが、このですね、特に20万元、30万元、これ、ボリュームセグメントで、非常にやっぱ重要になってきてる、そういう、指標になってきてると思いますので、まあ、いずれにしてもですね、このようにして、中国のですね、電気自動車の所有満足度調査をですね、やっぱ見てみるとですね、前年からですね、満足度が非常に下がってるという点はですね、まあ、非常に、まあ、ちょっと懸念するべきなんですが、一つの要因としてはですね、やはり、値下げ戦争によるですね、まあ、その購入の際の、満足度が低下しているっていうところが一つ大きいんじゃないかと思いますし、これはですね、別に中国の EV メーカーだけの問題ではなくて、当然ですが、既存メーカーの、所有満足度も相当下がってると。特にですね、これ BMW はね、前年比で36ポイントのマイナスと、フォルクスワーゲンに至ってはですね、前年比で47ポイントとですね、もう驚愕すべき落ち込み具合と。まあ、なので中国の EV メーカーよりも、まあメルセデスとかね、うまく維持してる。これは素晴らしいと思いますけども、BMW とかですね、フォルクスワーゲンはめちゃめちゃ下げてると。で、当然ですが、これメルセデスは、実はね、まだ電気自動車販売台数多くないですから、BMW 非常に多いんですよ。
で、これフォルクスワーゲンも多いですから、やっぱりですね、電気自動車の販売台数が多くなればなるほどですね、既存メーカーのこう穴みたいなものがですね、どん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 ですね、これ消費者に分かられ始めているみたいなですね、そんなような、ことも見て取れるんじゃないかと、まあ、思いますので、何にせよですね、これ既存メーカーも、中国の EV メーカーもですね、やっぱりこの今の既存メーカーの声により耳を傾けて、どんどんですね、改善サイクルを早めていく必要ってのが出てきてるのかなと、まあそういうようなね、ところも分かったと思いますし、まあ日本メーカーに関してはね、これ今回の満足度調査っていうのは、N が100ないとですね、出てこないということなので、まあ日本メーカーそもそもですね、こう N100 集まるようにですね、まず電気自動車売るところから始めてですね、果たしてこの日本のですね、自動車メーカーの満足度がね、どれだけ高いのか低いのかっていうところもね、明らかにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。そんな感じで、いってらっしゃい。